戻ったね。太刀についてのご用があればお役に立ちましょう。では。まだおったのか。嫌なのかい。鍵縄の完成を見届けた後すぐ島を離れるのかと。船を探したいけど、あんたは鷹の恩人だ。志村様を助けるまで付き合うよ。それは心強い。皆を集めてくれ。なんて言えばいい。これより金田の木に向かい、叔父上を救うと。お前の老いが我が兵を追い回し、けだもののごとく八つ裂きにしている。己らが民に何をした。心根では分かっておろう。我らの望みは同じ。死して名を続く戦をした。わしは誉れをもって武勲を立てた。対馬の好機を正し、平和をもたらしたのだ。己とは違う。やつもそう言ったな。だがやつは勲氏を残す前に死ぬことになる。勲氏とは死しても残るものだ。ああ、そうか。己の家は代々対馬を治めておるとか。確か先祖以来の城が北にあったのだったな。この目で見るのが楽しみだ。その間、己はここに一人閉じ込める。誉れでも食って飢えをしのぐがよい。どうした龍蔵、何があった。みんな揃った。菅笠衆を待つ。いや、先に小屋で待っておれ。ご加勢、叔父上もお喜びになります。我が一族の仇討ちはしばし見合わせる。弟子の巴を追うのもな。地頭をお救いするのが先決だ。お二人がおれば救出も手軽いでしょう。まずはご支度を直に仕掛けます。待つとするか。後で会おう。お主の弟子、敵に寝返ったと聞いたぜ。ざまあないな。今はよせ。年甲斐もなく若い女子と暮らすなど厄介の種ですかね。あれは娘のようなものだ。だから酒は好かん。知ってるだろう。酒井様、もう一度言ってみろ。ケンジ。アホアホ。せめタカ、鍵縄助かったぞ。お役に立ったようで。姉の反対を押し切ってご分を祈りに来ました。お前は何しに来たのだ。一人酒はつまらなくて。良い酒を残しておけ。叔父上を救った暁には宴を開こう。それじゃあ極上のものを。どうかご無事で。
おのおのがた、潮時です。これより叔父上をお助けいたす。菅笠衆が誰一人来ておらぬようだが。しかれども、これ以上は待てません。策は終わりで、坂井殿。私が垣縄を使って忍び込み、のろし術を破壊します。皆は大手門を破ってください。 叔父上は刺客に囚われておいでのはずです。城攻めに気づかれれば老いの血が危うい。大手門から攻め入り、生き肝を抜いてやればよい。いいえ、忍び込みます。それから刺客を目指し、叔父上を救い、大手門へと戻り退却しましょう。死にに行くようなものだ。討ち入れば負けます。 闇に乗じて忍び入るのが肝心なのです。さながら野党か。それかクロウド。叔父上がお待ちです。いざ城へ。立派だったや。うまくいくと思う？行かせる。 ここから登れそうだね。皆のもとへ行け。城の中で会おう。気をつけるんだよ。必ず救います、叔父上。
のろしずつ、まず坂平を倒さねば。先生、ケンジとオーテモンの番を。心得た。ユナ、崖沿いの兵を始末しよう。任せときな。よし、橋で時を待て。誰か忘れておるぞ。あなたは、私と。この先の猛虎の兵器、以前は大きな妨げでした。こたびは我らが使う。せっ。ここを抑えねばなりませんな。不意打ちするか、または突き破るか。お主が決めろ。
Then Negun Ben, you wait. の扱いは試せばわかるさ。私が叔父上をお助けした後追っておいてください。承知した。抜かるでないぞ。雅子殿も。 陣、万兵がいる。俺が先駆けだ。せっ。
댄 내게 못했어. 야 선배. 얼큰스 바가다. 사긴 가르츠. 何苦労しないのに。 腹を空かせた手下が寝返ったのかもしれんな。人を獣物に変えるのが一緒の常さ。
この橋はよく覚えておる。この高さから落とされたんだろう。よく生きてたね。確かにな。門が閉じてる。門を守れ。俺は他の道を探す。崖を見て、向こうに渡れそうだ。せっ、うん、っ、ネアンだな。そうだろう。中に入れたらすぐに門を開けてくれ。ユナの
핸드맨! 야구! 역시 도스! 비치파스! 엔드 아타! 이리야 친구! 待たせるね。 ユナ、 ここを守れ。 俺は叔父上のもとへ。 死ぬんじゃないよ。 クロードの首を差し出せば褒美をもらえるとさ。お前、仲間が腹をすかしてんだよ。叔父上をお助けすれば召し抱えてもらえる。 お前も武士になるのだ。 そして死ねというのか。 菰田での戦のように。 龍蔵。 叔父御にはお前がいる。 あいつらには俺しかいない。 死ねはしない。友ではないのか。もう昔の話だ。
合うぞ。変わったのだな。お前もな、クロード。共に故郷を救おう。今じゃもうこのもんだ。竜蔵、侍だ、侍がいるぞ。答えよ、志村殿はどこだ。速達を休み、うん。
Ready, team! どうしたふぬけめが。叔父上、陣です。陣、急げ。ウフ侍の方。信じておったぞ、ジン。さすが忠志の息子だ。この身を尽くします、叔父上。立たねば。まだだ。ハーンは豊玉に狙いをつけ北へと向かった。残された万兵は我ら二人に太刀打ちできん。火星もあります。城を取り戻せる。共に勝ち時をあげるぞ。おい、陣、北にいる万兵どもを始末。さあ行くぞ。猛虎を買ってやろう。お供いたし。後ろす、姿を忘れるな。
せ、雅子殿。無事であったか。おいごのおかげです。そなたを救うと言い通しておった。無理だと突き返したが、こたびは心得違いであったな。ありがたきお言葉。皆が無事でよかった。多くの同志を失ったがな。一族も。足立殿は武人としての最後を遂げた。敵を討たねば、すべての対馬の武士のためにも。お手が来るよ。我らにかなうものか。続け。死んでいった対馬の武士の敵、雅子殿、一人も逃がせない。皆の者、よく働いた。やったね。城は取り戻した。ご采配の賜物です。お前がいたからだ。これより蒙古どもの花を明かし、コトゥンハーンに意思を返すとしよう。見せつけてくれるわ、武士の意地を。